皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は100均の材料だけでタイルネイルを作ってみました。タイルの模様が浮かび上がっているようなデザインで、モロッコ風のとってもおしゃれなアートです。100均だけで作れますので、皆さんもぜひ真似してみてくださいね。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。地爪に塗る場合はケアをしてベースコートを塗ったところからスタートです。まずはダイソーのスカイブルーを塗ります。アートの下地になるカラーは最後に上からシアー系の濃いカラーを重ねていくので、スカイブルーじゃなくホワイトでも大丈夫です。お手持ちの白っぽいカラーを使ってみてくださいね。塗り終わったら硬化します。同じようにして2度塗りします。このスカイブルーはパステル系のカラーなので、本来はムラになりやすいカラーです。でも100均のジェルは顔料が少なくサラサラしていて色味が薄いです。色がしっかり発色しない反面、初心者さんにとっては塗りやすくてムラになりにくいという側面もあります。そういう意味では100均のジェルは初心者さんのためを思って作られたジェルと言えますね。塗り終わったら硬化します。硬化したらパレットを準備してキャンドゥのホワイトを取り出します。ダイソーやセリアのホワイトだと色味が薄くてはっきりとした白にならないので、ここはキャンドゥのホワイトを使うことをおすすめします。それではここからタイルの模様を描いていきます。ドットペンやダイソーの細長いライン筆を使って描いていきましょう。まずは真ん中に点を描いて、この点を中心に爪の上下左右にも目印をつけておきます。この目印をつなぐように細い線を描きます。線を描いたらライトに5秒から10秒ほど入れて仮硬化しておきます。模様を描いたらこまめに仮硬化しておくことで、ジェルが垂れずに細く描いたラインがくっきりします。次に先ほど描いた線の外側にもう1本さらに細い線を描き足します。次に最初に描いた点を中心に花びらを描きます。まずはドットを描いてから中心に向かってスーッと伸ばします。これを上下左右に1個ずつ描きましょう。続いて同じようにして先ほど描いた花びらの間に2枚ずつ描き足していきます。次にドットペンで上下左右の角に点を描きます。仮硬化したら上下の点に向かって花びら3枚を描きます。
仮硬化したら空いているところにドットを描き足します。ここまで描き終わったら完全硬化します。次にセリアのアイシングジェルを使って模様に高さを出していきます。模様全部を描き終わったら硬化します。次にパレットを準備してダイソーのネイビーとセリアのベース&トップを1対2の割合で取り出して混ぜ合わせます。ここで混ぜるクリアジェルはサラサラしたジェルを使うことがポイントです。混ぜ合わせたらダイソーのオーバル筆を使って塗っていきます。ここから一気にタイル風に早変わりしますよ。出っ張りがないところにジェルが溜まってタイル模様が浮かび上がってきました。全体的に塗ったら少し時間を置くことでジェルが重力によってへこんだところに流れてさらに模様が浮かび上がります。ジェルのたまりができたところは濃くなってよりタイル風に仕上がります。全体的に色の濃さを調整して硬化します。次に全体にベース&トップを塗ってタイル模様の凹凸をなくしておきます。この工程はなくても大丈夫。タイル模様がポコポコして気になる方は塗ってください。塗り終わったら硬化します。最後にダイソーのノンワイプマットコートを塗ります。塗り終わったら硬化します。完成です。描いた模様が浮かび上がったようなタイルネイルが出来上がりました。タイルネイルいかがだったでしょうか。100均のジェルだとサラサラしていてタイルネイルが作りやすいので皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またねー。